シンクロメッシュとは、マニュアルトランスミッションの原則引きり替えを円滑に行い、運転操作を容易にするための機構である。構成部品は、シンクロナイザーと呼ばれる。この機構を組み込まれたトランスミッションは、シンクロメッシュ式と呼ばれ、特に全ての全身ギアにシンクロメッシュが設けられているものを、フルシンクロメッシュと呼ぶ。逆にシンクロメッシュを持たないトランスミッションは、 ノンシンクロトランスミッションと呼ばれるスリーブの動作。左上と右上は変速前の状態で左下と右下は変速後の状態。マニュアルトランスミッションのうち動力伝達用の歯車が常に噛み合った状態で変速する常時噛み合い式は軸と同じ回転速度で回転するクラッチハブやクラッチスリーブが軸上をスライドして 歯車側面の噛み合い場に噛み合うことで軸の回転が歯車へと伝達される。この時軸の回転速度と歯車の回転速度の差が大きいと円滑に噛み合わずに変速操作が困難となる場合がある。シンクロメッシュ機構はこうした変速操作を容易にするため回転速度の差を変速動作の中で同調させる機構である。 シンクロメッシュの基本原理は1928年にアメリカのキャデラックにより発明され、現在はこれを発展させた方式が広く普及している。いずれも変速機構に組み込まれた摩擦クラッチによって回転速度の差をなくし、歯車側面のスプラインにスリーブが噛み合うという原理である。広く普及している方式は、新中や輪製度などで作られた。 シンクロナイザーリングを構成の歯車に押し付けて摩擦によって回転速度差を吸収する機構であるため各部品は摩耗し特にシンクロナイザーリングの摩耗は他の部品より早い摩擦面の厚みが減ったり摩擦力を高める形状がすり減ると同期性能が低下するまた同期が完了するまでスリーブの動きを阻害する構造が取られているが摩耗によって その機能が低下すると動機が完了する前に、スリーブがスライドしてドグバがうまく噛み合わなくなる。このため、長く使用されたトランスミッションでは、シンクロナイザーリングを交換する分解整備が行われる場合がある。コンスタントロード式はハブをスライドさせて、歯車の側面との摩擦によって、回転速度の動機を行う。ハブとスリーブの間には、 コイルバネと高級を用いたプランジャー機構が組み込まれており、シフトフォークによってスリーブがスライドされると、その動きはプランジャー機構を通じてハブに伝達される。ハブと歯車の摩擦面は円錐型となっていて、スリーブをスライドさせる力が強いほどより高い、摩擦力が生じ、回転速度の動機が速くなる。さらにスリーブをスライドさせる力が加わると、 プランジャーの高級が押し込まれ、スリーブのみがスライドして、歯車のスプラインと噛み合う。シンクロメッシュ機構として最初に登場した方式で、1928年にアメリカのキャデラックの技術者である RA トンプソンによって開発された。初めて採用された市販車両は1929年のキャデラック341バイトで、日本車では1936年のトヨダ。 A 型乗用車にも採用されるなど、その後のイナーシャロック式が登場するまで、世界中の多くの車種に採用された。イナーシャロック式は、ハブと歯車の間に強い摩擦力を生じる部材である、シンクロナイザーリングを挿入して、コンスタントロード式よりも、同調速度を速くし、同期が完了するまでスリーブがスライドすることを阻止する、機構を持った方式である。 シンクロナイザーリングは、ボークリングとも呼ばれる。現在のほとんどのシンクロメッシュトランスミッションで採用されている形式である。イナーシャロック型はサーボ型、キー式、ピン式、ホンダ式、レバー式に細分化できる。サーボ型、編集、サーボ型は、ドラムブレーキの原理を利用した方式で、歯車に、円筒形状のくぼみを設けて、内側に、 C 字形状のシンクロナイザーリングを配置し、その内側にスラストブロック、ブレーキバンドおよびアンカーブロックを組み込んだ構造である。ハブがスライドするとハブと共に回転するシンクロナイザーリングの外側エントーメント歯車の内側エントーメントが接触して回転差がシンクロナイザーリングに伝達される。回転差によるトルクを受けたシンクロナイザーリングが スラストブロックを介して、ブレーキバンドを押し、アンカーブロックを支点にブレーキバンドが押し広げられる。ブレーキバンドは、シンクロナイザーリングを押し広げて、歯車の内側円筒面とシンクロナイザーリングの外側円筒面に生じる垂直抗力が増やされ、さらに摩擦力が高くなるサーボ効果を発生する。サーボ効果により、軽い操作力で動期動作が行われる。 また、押し広げられたシンクロナイザーリングの円が、スリーブのスライドを阻止するが、同期が完了すると、ブレーキバンドから受けていた押し広げる力がなくなって、ボーク機能が解除され、スリーブが歯車のスプラインと噛み合う位置までスライドできるようになる。ポルシェが開発したことから、ポルシェタイプシンクロとも呼ばれ、1952年のポルシェ356に初採用された。 アンダーライセンス供与により、ポルシェ以外の他社製ミッションでも多用された機構であるが、ポルシェ自身が1987年を最後に、後述のワーナーシンクロに切り替えたこともあり、近年では採用する車種は少なくなっている。ポルシェシンクロは、シンクロ採用が強い反面、摩耗による機能低下も早い傾向があり、シンクロの効き方も最初は緩やかでブレーキリングが、 作動し始めると一気に効き方が強くなることから、この機構を採用したポルシェ内製ミッションは蜂蜜を棒でかき回すようなシフトフィールと形容された。キー式、編集キー式シンクロナイザーの高音リング。外周には毒クラッチを構成する多数の外葉が設けられ、内周面には歯車側面に設けられた塩水面との摩擦力を強化するのための細溝が、 刻まれている。キー式シンクロナイザーは、ハブの外周120動機に3箇所の切り欠きを設け、それぞれにシンクロナイザーキーを配して、スナップリングで保持する構造を持つ。スリーブがスライドするとハブは固定されたままキーだけが、スライドして、円錐形のシンクロナイザーリングを歯車の側面に設けられた円錐形状面へ押し付けて、摩擦を発生させる。リングの外周には、 スリーブと噛み合うスプラインが設けられ、互いのスプラインはチャンファーと呼ばれる面取りが行われている。ハブの切り欠き幅に対してキーの幅は小さく感激が設けられていて、リングとスリーブのチャンファーが互いに向き合う位相まで回転される。さらにスリーブをスライドさせるとチャンファーを介してリングが押し付けられ、歯車との間に強い摩擦力を生じ、同時にチャンファーが スリーブのスライドを阻止する。同期が完了するとチャンファーにかかるトルクがなくなり、スリーブはチャンファーを滑りながらスプラインが噛み合う位置までスライドできるようになる。ボルグワーナー社が開発したことからボルグワーナー式とも呼ばれる。ワーナーシンクロはポルシェシンクロほどの強力なブレーキ作用はないが、接触面積の大きなテーパー面接触とキーの 平用式であることから耐久性が高く、シンクロの効き方も一定の強さで強まっていくことから、ポルシェシンクロと比較して、カチカチと入るようなシフトフィールと形容されることがある。円錐形のシンクロナイザーリングは、コーンリングとも呼ばれ、一組のシンクロナイザーに複数のコーンリングを重ねて、摩擦面を増やし、より短い時間での動機を行うマルチコーンシンクロと、 呼ばれる発展型も普及している。コーンリングを2つ重ねたものはダブルコーンシンクロ、3つ重ねたものはトリプルコーンシンクロと呼ばれる。ピン式シンクロ、編集ピン式シンクロナイザーはスラストピンでシンクロナイザーリングを押し付けて同期させる方式である。シンクロナイザーリングは外周が円錐形状の摩擦面とされ、歯車側面にはアウターリングと呼ばれる。 円盤状の部品が取り付けられて、アウターリングの円の内周とシンクロナイザーの外周が接触する。スリーブにスラストピンを貫通させる穴が設けられ、それぞれにボールプランジャが組み込まれる方式と、スラストピンに段差を設ける方式とがある。ボールプランジャを利用する方式では、スラストピンにプランジャのボールがはまる溝が設けられ、溝にボールがはまった状態で、 スリーブがスライドするとシンクロナイザーリングがアウターリングに押し付けられる。さらにスリーブをスライドさせようとするとプランジャーボールが押し込まれスリーブのみがスライドしてスプラインが噛み合う。スラストピンに段差を設ける方式ではピンの段差とスリーブの穴の円に面取りが設けられていてスリーブをスライドさせるとチャンファーを介してピンが押されシンクロナイザーリングが アウターリングに押し付けられる。さらにスリーブをスライドさせる力を加えると、チャンファーが滑りスリーブのみがスライドして、スプラインが噛み合う。シンクロナイザーリングが大きいことから、許容トルクが大きく、歯車系の大きなトラックに用いられる。ホンダ式シンクロ、編集ホンダ技研工業が独自開発した形式で、基本構造はワーナーシンクロに類似しているが、 スリーブとクラッチハブの間にキーを設けず、クラッチハブとコーンリングの間に皿型スプリングを設けることで、スプリングの反力を利用して、コーンリングの摩擦接触力を強化する方式。ワーナーシンクロよりも構造が簡素ながらも、スプリングの反発力によって強力な摩擦力が生まれるために、フィーリング、耐久性ともに優れるとされる。レバー式シンクロ。 編集レバー式シンクロは、スリーブとシンクロナイザーリングの間に、円弧形状のレバーを配し、鉄骨の原理を利用して、シンクロナイザーリングを歯車に押し付ける方式である。円弧形状の両端を、支点、円弧の頂点に当たる、中間部分を力点とし、支点と力点の間に作用点を設けて、シンクロナイザーリングを押す荷重を倍力して、同期作用を強化している。 シンクロナイザーリングと歯車との間で回転速度に差があるときは摩擦によってシンクロナイザーリングにトルクがかかり作用点を介してレバーに伝達される。レバーにトルクがかかると片方の端部を軸に回転しながら頂点の力点を円周外側へ押し出す力が生じスリーブがスライドする動きを阻止する。動機が完了すると シンクロナイザーリングにかかるトルクがなくなって、ボーク機能が解除され、スリーブが歯車のスプラインに噛み合う。マルチコーンにも対応し、シンプルな構造で、機意識よりも高い性能を持つとされている。また、反転型も開発され、後退ギアにシフトする際に、レバーの支点と作用点を反転させ、スリーブを。これにより、停車時に後退ギアにシフトする際に発生する。 ギアなりを防止する。ありがとうございます。